どうもミュートです。今回は、前回ですね出した動画でダンスファッション系のちょっと動画を出していこうかなと思って、その第1弾でございます。はい。で今回ご紹介するのは、今出てますユニクロですね。ユニクロの、ジョガースリムフィットジーンズというものを紹介していきたいと思います。はい。これが、今日紹介するパンツなんですけど、これを着て踊ってる動画、多分前回出した動画でこれですね。もう3人で踊ってるやつの時に入ったのがこれです。特徴なんですけども、一番最初に目につくのがこれだと思うんですよね。この紐の部分ですね。これがこんな感じで裏側についてるものなんですけど、なのでベルトループこんな感じでついてはいるんですけども、全然そのベルト通さなくても全然大丈夫なタイプになってます。で、そうですね、結構スウェットとかジャージとかで踊れる方はまあそんなに違和感なく使えるものなので、ぜひぜひ使ってみてください。はい。あとはですね、僕がすごい気に入っているのがこのストレッチ性ですね。ちょっと動画だと分かんないかもしれないんですけど、これがこんな感じでグーッとグーッと結構伸びるの分かりますかね、ビヨーンって。はい。なので屈伸とか、まあポップとか踊ってる方だったらロールとかした時とか、あとはフロア入る時とかもすごい全然普通のこう売ってるデニムよりもすごい踊りやすいものなんで、あんまりなんかデニムを履いてる感覚がないような感じなんですね。はい。実際に履いてみるとこんな感じですね。横から見るとこんな感じになってます。割とここの部分もすごい引っ張るとゆとりがあるの分かりますかね。もう見た感じ結構デニムっぽいですよね。ここの部分とかすごい色地の部分とかすごいデニムっぽいんで、あとは僕が一応実際に買ったサイズなんですけど XL を購入しました。紐外すとこんぐらい余裕あります。腕1本入るぐらいですかね。すごいあります。一応なんで XL を買ったかっていうと、この感じですね、このシルエットのゆったり感を出すのに XL じゃないとちょっと厳しかったんですよね。なのでもう紐を結ばないとストーンって落っこっちゃいます。はい。あとはちょっとこのアングルからなのでちょっと見にくいかもしれないんですけど、ここのですね裾の部分が下に向かってつぼまってるタイプになります。なのでローカットの靴とか履いてもあんまり引きずることがない、かかとの方とかにこう出てこうかぶるようなことがほとんどないので、僕のダンスの動画見てる方は分かるかと思うんですが、僕バンズだったりとか、コンバースとかを履いて踊ってるんですけど、なので結構ローカットのものが多いんですね。なのにまあ今でもそうなんですけど、普通にこう靴下で部屋にいてもあんまりかかとの方には来てないの分かりますかね。あんま引きずってない、多分すごいストレートのスーッとストレートのデニムとかだと結構、今ちょっと伸ばしますけどこんな感じまで足の方がいっちゃうんですけど、まあジョガーになってるんで、よいしょ、こんな感じで、はい、下に溜まった状態で全然動けますよっていう感じなので、やっぱ踊っててかかと引きずっちゃうとやっぱ危ないので、その面でもすごいこのパンツはめちゃめちゃいいです。はい。そしたらこんな感じでパンツの紹介の方を終わらせていただきます。はい。そしたら最後に値段ですね。はい。結構皆さん気になるところかと思うんですけど、一応ですね、僕が買った時は2990円の、税込みなので3300円弱ぐらいですね。はい。なので1本まあ3300円ぐらいなんで、普通のこうまあリーバイスのデニムだったりとかいろんなメーカー のデニムがあると思うんですが、結構1本1万円近く、はい、行くものがほとんどだと思うんですけど、3300円ぐらい出せばお釣りは返ってくるものなので、すごく安くてお買い求めやすいものだと思うので、ぜひぜひ店頭に行った際は見てください。で一応このパンツ注意点なんですけど、試着する時に僕が買ったの XL なんですよ。 XL で感じなので2サイズぐらい上げて買ってるんですね。で紐でこうギュッと縛って履いてるんで、もし買う際はもともとがこうスリムフィットなんで、
どうしてもウエストを太くしないとあの感じがちょっと出ないので、なるべく、まあ、2サイズ、まあいい、まあ、よくて最低2サイズ上げて買ってもいいんじゃないかなと思うので、はい、多分試着はちょっとしないとどうかなっていうところなんですけど、はい、もしあのユニクロとか行かれる際がありましたら、ぜひぜひ試着の方必ずしてください。お願いします。はい、それではですね、次ちょっと出そうかなと思ってるのが、僕の、まあ、個人的な意見だったりとか考え方での、パンツの選び方ですね。特にダンスで、使おうかなって思うパンツの選び方について動画の方を撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた。